マイク・ジェイコブス、マイク・ジェームズ・ジェイコブス、マイケル・ジェイムズ・ジェイコブス、1980年10月30日隊は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、チュラビスタ出身の元プロ野球選手。右投げ左だ。6月2日に、ドラフト38順目で、ニューヨーク・メッツから指名を受け、同年6月25日に契約を結んだ。プロ入り当初は、キャッチャーとして入団した。 この年は、マイナーリーグのガルフコーストリーグに属する GCL メッツに配属され、44試合に出場した。打撃面では打率33、333.4本塁が30打点に盗塁という好成績を残し、強打を発揮した。守備面では22試合で、キャッチャー守備について4失策、守備率97、973、 投類阻止率31%という成績だった。また、4試合で、ファーストも守った。は、リーグのランクを一つ上げ、アパラチアンリーグの、キングスポートメッツでプレーした。キングスポートでは59試合に出場し、打率、270.7本類が、40打点、6盗塁という成績をマークした。守備では、38試合で、キャッチャーの守りについたが、 八失策を犯すなど、相変わらず失策が多かった。また、前年には30%を超えていた、投類阻止率も大きく低下し13、13%という、数値に止まった。後に、サウスアトランティックリーグのキャピタルシティボンバーズ2コマを、進めて18試合に出場したが、打率、214.8打点という打撃成績に終わり、不振に苦しんだ。守備の成績は、 キングスポートでの成績と比べて多少改善した。2チーム通算での成績は打率258であり、プロ1年目よりも悪化した。は、ニューヨークペンシルバニアリーグのブルックリンサイクロンズに降格して出直しとなった。サイクロンズでは19試合に出場して打率288をマークしたほか、ホームランこそ1本だけだったが、 出場試合数とほぼ同等の15打点を叩き出した。キャッチャー守備では、わずか14試合で3失策を犯したが、5盗塁し、12盗塁試行を記録して、盗塁阻止率42%を記録した。ついで、ボンバーズに最小格し、46試合に出場して、打率、278.2本塁が、26打点という、成績を記録した。守備では37試合で、 キャッチャーのポジションを守り、4失策、守備率、988、投塁阻止率30%という数字をマークし、サイクロンズの時より向上させた。2チームでの通算打撃成績は、65試合に出場して打率、280.3本塁が、41打点、1投塁という内容だった。は、A 級のフロリダステートリーグのセントルーシーメッツで、 フルシーズンプレーした。118試合に出場したが、打率は251まで大幅に低下した。一方、プロ入り初の2桁本塁打となる11本のホームランを放った。守備面では56試合のキャッチャー守備で5失策、守備率。988、投類阻止率23%、9試合のファースト守備で3失策、守備率。 965という成績を残した。イースタンリーグのビンガムトン・メッツに所属。119試合に出場して打率。329.17本塁が81打点、オプス0.923という好成績をマークした。オフシーズンにはアリゾナ周期リーグにも参加した。同年は65試合でキャッチャーを、6試合でファーストを守った。 はトリプル A 級のイリノイリーグに属するノーフォークタイズでプレーしたが二十七試合の出場で打率百七十七点二本塁が六打点という成績に終わった二はメッツの開幕ロースターに名を連げたがビンガムトンでプレーして百十七試合に出場打率三百二十一点二五本塁が十三打点という好成績を残し8月21日に トリプル A 級を飛び越えてメジャーに上るした。メジャーに昇格すると、早速、ワシントン・ナショナルズのエース格である、エステバン・ロワイザから3ランホームランを放ち、初打席本塁打を達成した。メジャーでは、好調を維持し、30試合に出場して打率。310.11本塁打、23打点、オプス1.085という打撃成績を残し、圧倒的な強打を発揮した。 なお、キャッチャーとしては守備力が低いため、ファーストに、コンバートされた。マイナーでは43試合でキャッチャーを守り7失策、守備率、981という成績を残したが、ファーストを守った試合の方が多かった一方、メジャーでは28試合でファーストを守って4失策、守備率、984DRS から3という成績であり、ファーストに、 コンバートされた後も、守備力は相変わらずだった。2005年11月24日に、カルロス・デルガドがトレードでメッツに移籍することになり、交換要員の一人として、フロリダ・マーリンズに移籍した。は、メジャー開幕戦に4番ファーストでスタメン出場した。この年は、左投手を打てず、対右打率。281と比べて、対左打率。 182という数字だったが、136試合に出場して、レギュラー1年目で規定打席に達し、20本塁打、70打点のラインをクリアした。守備面では124試合でファーストを守り、7失策、守備率こそ、993と高かったが、DRS はマイナス8という平均以下の成績だった。 怪我の影響で出場試合数、打撃成績ともに低下したが、バッティング技術の面では、進歩を見せ、前年に打てなかった左投手に対して、290とよく打った。前日の通り、怪我で114試合の出場に止まったものの17、本塁打を放ち、メジャーデビューから3シーズン連続で2桁本塁打をクリアした。守備力に改善は見られず、DRS は低級に終わった。 自己ベストとなる141試合に出場し、2年ぶりに規定打席に達した。まず打撃では2007年に克服したかに思われた左投手に苦戦しいずれも自己アーストの打率247.119三振を喫した。しかし長打力が開花し、32本塁が93打点という成績を残して、いずれも自身初となる30本塁が 90打点をクリアし、一方、守備ではこれまでにも増して劣化し、ナリーグの一類種として、ワースト4位の11失策を犯した。DRS も著しく悪化し、24という散々な内容だった。2008年のオフに、レオルニエスとの交換トレードで、カンザスシティロイヤルズに移籍した。は、ビリー・バトラーが一類種を務めるためマイクは、 指名打者としての出場が主だった。12月10日に解雇された。1月10日にフルスメッツとマイナー契約を結び開幕メジャー入りを果たしたが4月18日にリーフとなった。25日にはトリプル A 級バッファローバアイソンズに降格した。7月30日にトレードでトロントブルージェイズに移籍するがメジャーでの出場はなかった。十二月十八日に コロラドロッキーズとマイナー契約を結ぶは、参加の AAA 級コロラドスプリングスでプレー。8月18日に禁止薬物である、人成長ホルモン、HGH を使用したとして50試合の出場停止処分が下され、ロッキーズからも解雇された。HGH 使用での出場停止処分は北米4大プロスポーツリーグ史上でも初の事例となった。 1>, 1月4日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。メジャー復帰し、13試合に出場した。10月29日に FA となった。1月3日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだが、3月23日に放出された。その後、メキシカンリーグのオアハカ・ウォーリアーズでプレーしていたが、6月4日にフルス、ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。 5月20日に、オリックス・バファローズが獲得に動いていると報道されて、いたが、実現はせず、トリプル A 級離のエーシズでシーズンを終えた。は、メキシカンリーグのワアハカ・ウォーリアーズと契約する。オフは、ベネズエラのウィンターリーグに参加。3月25日に独立リーグ・アトランティックリーグのランカスター・バーン・ストーマーズと契約したが、11試合の出場で対談し、 5月3日にメキシカンリーグのティファノブルズと契約。6月28日に自由契約となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。